こんにちは、 MKB の竹村です。今日はですね、これから地獄に行きたいと思います。地獄？そう、 NKB を普段ですね見ていただいている方には分かると思いますが、地獄イコール渡辺ジムです。NKB のですね代表であります、代表理事ですね、代表理事であります渡辺信久、私も本当にいつもお世話になっております。そのですね、渡辺会長にガチでYouTube でインタビューを試みてみようじゃないかというですね、提案をされたんですけど、マジで震えてます。マジで本当ね、だっていやマジで怖いですからね、言っとくけど渡辺会長、だって鬼の渡辺と本当業界ではですね有名な方ですから、はい、今いくつだ渡辺会長、73ぐらいかな、73歳かと思いますけど、あの方のですね逸話っていうのは本当限りなくありまして、まあ例えばあれですね、今のちょっと渡辺ジムは1階の随分綺麗なジムになったんですけど、その前にあった新小岩の雑居ビルの4階に渡辺ジムずっとありましたね。そこで、ある来訪者いまして、渡辺会長のですね弟子にですね、選手に練習中、勝手なアドバイスを送り始めたというですね来訪者がいて、で渡辺会長が、いいんだいいんだお前、もうお前口出すなよね、言ったんですけど、その人がまたそのサンドバッグ打ってる選手に向かって、お前さ、こここうしたらああしたらって言った瞬間、渡辺会長ブチーンって切れて、あらてめえ出てけっつって言って、ビルの4階5階1階まで蹴り落としたらしいですからね。怖いでしょ。いや、ありえないでしょ、ありえないでしょ、マジで。踊り場どうやって蹴ってターンさせたんだっていう。ちょっと本当、あとは行ってみてという感じなんで、行ってみましょう。とりあえずこの道をですね、もうちょっと歩いたらもう渡辺ジムです。今の渡辺ジム本当新しくなったんで、ずいぶん綺麗になりましたけどね。本当前のね渡辺ジムはもう薄暗い雑居ビルの階段4階5階まで上がってくっていうのが本当憂鬱で、今日もあそこでしごかれるのかと思うと、なかなか気が重い道だったんですけどね。そしてそのね渡辺ジムの前に着いたら着いたで、ここは組の事務所ですかみたいな、ね、入り口ですか。ちょっと待ってください、もう着きましたよ。ちょっとマジ気が重いな。でもいやー、じゃあ俺本当に結構ガチで怒られるんじゃないかなと思ってて、いやマジで普通に渡辺会長怒鳴るので、俺も50手前であんま怒鳴られたくないんすよね。まあ行くしかないか。じゃあ渡辺ジム、さあ、練習生いるな、やばいな、これどうかな、どうかな、あ、やべ、バレた、見つかったよ、バレた。なんで逃げてるんですか。バレた、やばい、バレた。リングの上にいたわ。もうね、あーっていう目してた。でも行くしかないよね。行くしかないもんな。今すごく映像部頑張ってくれていて、はい、これを動画でガチンコで渡辺会長にインタビューをするっていう、はい、ちょっと企画で、すいません、お邪魔をさせていただきました。はい、すいません、人がなく着いた時でいいのでお話よろしいでしょうか。よかった。俺、止まらないかと思いましたけどね。じゃあマジでね、でもね優しいんですよ。
本当に優しいです、渡辺会長。ああよかった。じゃあちょっと一段落つくまで待ちましょう。今回はここまで。震える足を押さえつつ、なんとか渡辺ジムに潜り込んだ竹村。しかしガチのアポなし、カメラを回しながら突撃した男の運命はいかに。次回 NKB 渡辺会長がマジ説教、まさかの展開に竹村困惑。3回は見てね。見なきゃ俺泣いちゃうよ。